フワンペロン、フワンドミンゴペロン、コアドミンゴパーン、1895年10月8日から1974年7月1日は、アルゼンチンの軍人、政治家、大統領。大統領に3回当選したが、独裁者と呼ばれたこともあり、アルゼンチン国内でも、その評価は分かれる。ペロンの支援者、ペロニスタが母体となった正義党は、現在でも同国内で、 大きな影響力を持っている。1895年に、アルゼンチンの首都のブエノスアイレス郊外のロボスで、中三階級の下の家庭で、イタリア系の父とスペイン系の母の間に生まれた。なお、非政治とされ、母方の家系を遡れば、先住民の先祖にたどり着く。八歳で、ブエノスイアイレス郊外の小学校に入学し、その後十六歳で、 アルゼンチン陸軍士官学校へ進学した。1913年12月に士官学校を卒業した後、アルゼンチン陸軍の第12不評士団に少尉として配属された。1924年に大位に昇進した後、1926年から1929年にかけて陸軍大学校で軍事士の研究を収め、軍内で 軍事史ののススペシャリストとしての頭角を表しててをいった1930年には陸軍している学校の軍事士の教授となった後には、精力的に軍事理論や特に日露戦争を中心とする軍事士の研究を行い、その観点から1930年代には、ドイツ軍の総力戦思想、具体的には国家の工業化と国民統合の必要性を訴えるようになっていった。 陸軍内での出世は早い方ではなかったが、第二次世界大戦中の1939年から1941年まで、イタリア王国で、駐在武官として赴き、ベニート・ムッソリーニのファシズムに影響された。帰国後、数軸国支持派の軍人と合、統一将校団と呼ばれる、秘密結社を組織。1943年5月に、陸軍時間に任命された。 同年10月に国家労働局次長に任命され、労働局が労働副市長に改組されるとペロンは同庁の初代長官となり、労働葬儀に介入し、労働者に有利な裁定を行った。労働法の制定や労働者の組織化にも力を注ぎ、こうした労働者保護政策によって1943年から1945年までの2年間で、 社会党が数十年かかって成し遂げた以上の成果を達成したペンドル。しかし一方でこのような国家による労使協調政策に反対する自主的な労働組合、特に共産党系の労働運動は激しく弾圧され、ペロンの労働政策は労働者に対する保護と規制を同時に推進する性格持っていた。アルゼンチンは 第二次世界大戦には大勢が決した1945年まで参戦せず、大戦中はほぼ一貫して、親数軸的中立国であったが、戦前よりアルゼンチンにとって最大の外科獲得源であったアメリカ合衆の圧力に屈して日本とドイツと断交したことをきっかけに、ラミレスが失脚し、1944年にペロンの友人のエデルミロ・ファーレルが大統領に就任すると、ペロンは、 陸軍大臣と副大統領に就任した。事実上の実権を握ったペロンが中立国でありながら露骨な数軸国よりの政策を取ったため、それを嫌ったアメリカ合衆国は大召喚、経済制裁の発動など厳しい反ペロン政策を取ったが、このことが逆に外圧に抵抗する国家主権の擁護者としてのアルゼンチン国内におけるペロンのイメージを高め、この頃から ペロンの思想は、ペロニスモ、ペロン主義、ペロンの支持者は、ペロニスタ、ペロン主義者と呼ばれるようになっていった。アメリカによる圧力と、ドイツと日本の劣勢を受けて、最終的にアルゼンチンは連合国側として、形だけの参戦を行ったものの、第二次世界大戦終結後アメリカとアルゼンチンの関係は、決定的に悪化た。終戦により、 アメリカが牛肉などの資源供給先かつ新たな連合国の一員としてアルゼンチンに対してこれ以上気を配る必要はなくなり実際にアメリカの中アルゼンチン大使のスプルーレレードンは公然トッペロンを批判しさらに1945年10月17日にはアメリカが後押ししたエドアルド・アバロス将軍による軍事クーデターにより一時拘束された しかし親ペロン派の軍人たちや、ペロン支持を決議した CGT のゼネスト、そしてペロンの釈放を求めて五月広場に退去した、労働者たちによる後押しを受けて、後に二番目の妻になる、元女優のエヴァペロン、エビータが国民にラジオでペロンの釈放を訴えたことなどによりクーデターは数日間で失敗、釈放された。ペロンは1946年に大統領に、 当選した。大統領就任後は、労働組合の保護や労働者の賃上げ、女性参政権の実現、イギリス系、アメリカ系などの外資系企業の国営化、貿易の国家統制などの政策を推し進め、労働者層から圧倒的な支持を受けるが、一方で、独裁政権を指揮反対派は強制収容所に、投獄した。この政策から、左翼ファシストと一部では評され、ペロニスタ、 ペロン派、ペロン主義者と呼ばれる支持者を形成した。民族主義に基づく民族資本産業の育成、外国資本の排除、アルゼンチン国内のイギリス系鉄道の国有化やアメリカ企業の国有化等など、ファシズムに共通する点が見受けられるが、ファシズムか否かでは論議が分かれる。また、ポピュリズム的傾向も見られる。なお、第二次世界大戦中に、 友好国であったドイツが行っていたユダヤ人に対する迫害には毅然と反対した。しかしその後、連合国により国際指名手配されていたものの、イタリアの極右政党幹部であるリーチオジッリーなどの手を借りて逃亡してきたドイツ軍やナチス親衛隊の先犯を多数各米アルゼンチンの軍や治安機関の育成に当たらせている。 ドイツ戦犯の逃亡を助けた背景には、第二次世界大戦中に、ドイツからの支援を受けていた上に、ドイツの科学技術を獲得したかったからだとされる。当時のアルゼンチンは、第二次世界大戦時における牛肉などの輸出によって、富裕国でありそれで得た外貨によって、これらの政策を行ったが、すぐに使い果たした上に、1949年頃からは、 アメリカやカナダの増産により食料輸出は不振となってインフレが起こった。次第にペロンは苦境に追い込まれる。1952年に再選したものの、同年7月に国民からカリスマ的な支持を受けた妻、エヴァが、癌にかかり死亡すると国民からの支持をなくし、さらに離婚法を制定したことから、これまでペロンに対して強い支持を与えていたカトリック教会との関係も壊れた。 ついに1955年9月16日には海軍と陸軍が起こした軍事クーデターにより大統領の職を割れ独裁者仲間のアルフレドをストロエスネル大統領が国を治めるパラグアイ経由で同じく軍事独裁者のフランシスコ・フランコ将軍が君臨するスペインに亡命したその後亡命先のスペインでナイトクラブ歌手のイサベル・ペロンと再婚するペロンは フランコと同様に反共主義者だったものの亡命したマドリードから当時アメリカともソビエト連邦とも対立していた中華人民共和国の指導者である毛沢東に共感して手紙で連帯を呼びかけてペロニスタの青年団を中国に送っており後に妻のイサベルらも正義党の代表団として中国に派遣したペロン本人は亡命したもののアルゼンチンの政情は 不安定なままで、モントネーロスやペロニスタ武装軍団などの都市ゲリラが、バッコし、経済状況も悪化したままの状態を続けることとなる。このような状況を受けて、ペロンの亡命後もペロニスタが、アルゼンチン国内で影響力を持ち続ける。ペロンの失脚後、混迷するアルゼンチンの政局を打開するため、大統領だったアレハンドロ・ラヌーセ将軍は、 ペロン党の出馬を認めた選挙を1973年3月11日に実施した。この選挙でペロン党は勝利し、エクトール・カンポラが大統領に就任した。しかし、カンポラの就任直後から、ペロニスタ内部での左派と右派の抗争が激化し、ペロンの帰国を歓迎する空港での集会で両派が死者を出す事態に発展すると唯一全、 ペロニスタを統率できる人物として、再び、ペロン本人が脚光を浴びることとなった。亡命から18年近く経った1973年7月に、カンポラの辞任を受け、ペロニスタたちはペロンに帰国して、大統領選挙に出馬することを要請した。帰国したペロンは9月に行われた、大統領選に勝利し、同年の10月にサンタビ大統領に就任した。 副大統領には、自らの妻であるイサベル、イサベリータを認じるが、すでに78歳となっていたペロンに混迷する、アルゼンチンをまとめきるだけの指導力はなかった。アルゼンチンに帰国し、大統領に再就任してからわずか1年後の1974年7月に、心臓発作で病死した。ペロンはアルゼンチンに、政府ともに、大きな遺産を残したものの、 ペロンの登場まで政治の枠組みの外部に置かれていた国民には愛され、ペロンの死にあたっては全国から100万人以上の支持者が葬儀に参列し、国会議事堂周辺には最後の別れを告げようとする通路にわたる列ができた。その後、副大統領であったイサベルが大統領に昇格し、世界初の女性大統領となる。就任後は、 軍内のペロン支持派と共に亡き夫の政権時代以上に強権的な体制を敷き、1975年には反政府派の弾圧を行ったほか、多数の人権活動家を投目、殺害するなどし国民のみならず、政府や軍の反感を買ったこともあり、1976年3月に起きた軍事クーデターで解任される。なお、その後イサベルはスペインに亡命したものの、 民主化を達成したアルゼンチン政府を通じて、反政府派の人権活動家の殺害を指示した罪状で国際手配され、2007年1月に亡命先のマドリードの自宅でスペイン警察当局によって逮捕された。取り調べ後、高齢のため15日おきに出頭することを条件に保釈された。その後、腰の骨を折ったため入院。 アルゼンチンへの引き渡しの可否をめぐる審理が行われ、スペインの裁判所は2008年4月に引き渡し拒否を決定した。死後40年以上経った現在でも、ペロンの支持基盤だったペロニスタは、アルゼンチンで大きな影響力を持つ。ペロニスタを母体としたペロン党、正式名は、正義党は1989年以降、カルロスメネム、ネストル・キルチネル。 クリスティーナ・キルチネルと三代の大統領を誕生させ、議会内においても大きな勢力を保っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。